昨日大阪市内で開かれたのはアマチュアキックボクシングの大会です。その名も親父おなごキック。出場できるのは35歳以上の親父と高校生以上のおなごです。相手の人がめっちゃ強そうなんで、もう今ビビりまくった。今回が7戦目、ベテラン親父の山口さん、今年50歳。そしてもう一人。いや、微妙。微妙。あと 0.4 なんで、ちょっと怖いです。軽量が怖いと話すのは、女子大生の福武夏美さん。これがデビュー戦です。二人は西中島にある同じジムに通っています。遡ること2ヶ月前、3度目の緊急事態宣言が出る直前、夏美さんたちを教えるのは、タイで数々のタイトルを取ってきたプロのムエタイ選手、トンさんとジョーさんです。みんなからなんか焼きそばって呼ばれてる。どうしてどうして？トンさんのせいです。トンさんに何食べたのって聞かれて、焼きそばって答えたら呼ばれるようになりました。パンチはいいね。パンチがいい。キックはちょっとね、アップ、すごい。トンさんからもお墨付き。焼きそばこと夏美さんは岡山出身の女子大生。キックボクシングを始めたきっかけは、本当に一番最初は大学の体育の授業で1回生の時に、なんかボクササイズかソフトボール、バスケ、サッカーとかそういう選択肢やったんですよ。で、まあなんか痩せれるよみたいな、先生にめっちゃ勧誘されて、でボクササイズにして、痩せるために始めたボクササイズにどんどんハマっていって、なんかスポーツやってたとかっていう話をした時に、ボクササイズってやっぱ一人の競技っていうか、まあ一人でエクササイズに過ぎないから、あんまり誰かと話ができるっていうことがまあないなと思って、逆に人との触れ合いを求めて、コロナ禍で大学には行けずオンライン授業が続く中、話題作りも含めてキックボクシングを始めようとこのジムに通い出すことに。今年の2月から始めて、ほぼ毎日ここで楽しく汗を流しています。5月の末、ある決断をしました。6月27のおなごキックに出るの？出ます。8ぐらい落とそうかな。あと8キロ落とすの？1ヶ月で。試合を決めたわけは、コロナで時間もあって、で、なんかしようっていうのもあって、まあリングに立つこと決めました。試合の1週間前、ひたすら縄跳びをする夏美さん。肩を、まあ、スパーやってる時に、こう拳当たった時にこう外しちゃって、そのまま救急車です。肩は分からないね。大丈夫です。頑張ってください。はい。一方、親父の山口さんもきっかけはダイエットでした。4年前の45歳頃に始めて、服のサイズが XL から M サイズになったそうです。毎回好きですね。面白いです。キックボクシングも好きですけど、大好きですね。また試合ばっかり見てます。サービス業の事務職で働く山口さん、仕事が終わって10キロ走ってからジムに来るというストイックさ。
ジムでも2人の胸を借りてとことん体を追い込みます。山口さんにとって憧れの師匠トンさんとジョーさん、コロナでもう1年半以上家族に会えていないといいます。それでもユーモアを交え熱心に教えてくれる彼らに応えるためにも強くなりたいといいます。教えてもらったから試合でそのできるようになれたら、それで勝てればさらに喜んでもらえるのかなと思って、そう、めちゃめちゃしんどいですけど頑張ってます。試合まであと2日、サウナスーツを着て縄跳びをする夏美さん、表情が冴えません。軽量が心配、それだけです。軽量クリアしたらもうあとはやるだけやから。目標まであとマイナス3キロ。そして迎えた試合当日。前日はサラダチキンしか口にしていません。果たして計量は 55.7 です、あと 0.2 です。お願いします。服を脱いでようやくクリア。よかったですね。ちょっとドキドキ。めっちゃギリギリやってるから 2、3 週間で9キロぐらい。きつかったです。あとはリングで。もう食べんの。一方の山口さんは余裕の表情。楽々もう食べれるだけ食べます、いつも。お腹すきました。いつもの笑顔がようやく戻った夏美さん。まあ緊張はしてるけどもう楽しもうかなって思ってます。アマチュアの試合なんでね、なんか結果云々よりもやっぱ家庭の方が大事なんで、まあ、家庭しっかり頑張ってきたんで、まあ、楽しみにしてます、はい。この日はトンさんとジョーさんはジムで仕事、タイ人のトレーナー仲間がセコンドについてくれます。いよいよデビュー戦です。相手は17歳、同じくこの試合が初戦です。パンチもキックも練習通りに。ところが開始からわずか30秒、夏美さんの動きが止まりました。痛めていた左肩を脱臼したのです。KO勝ちとなりました。ただいまの試合1ラウンド30秒、青コーナー。次っすね、ちゃんと直して。山口さんは緊張してきます。勝ってトンさんジョーさんに良い報告をしたいとリングへ上がります。相手は7つ年下。大好きなムエタイスタイルで攻めます。2ラウンド渾身で戦い切って、判定はただいまの試合3対0をもちまして赤コーナー山口幹則選手の勝利となりました。見事勝ちました。ありがとうございました。この年なんで打ち込めるのかなと、逆に若かったらいろいろあるので、この年なんで打ち込んで、余計打ち込んでできるのかなと思って、しんどいですけどね。トンさんに早速報告です。サーディカップ
トンさん勝ちました。やめよう。ありがとうございます。明日から練習頑張ります。一緒に練習したさせてもらったから勝てたわけであって、一人でサンドバッグやっててもあんまできないんで。あ、いいね、いいね。握手を交わしたのは、実はジムでずっとカメラを回してきたカメラマン。彼も53歳でデビュー戦に挑戦しました。ほんまに好きやわ。遅めで初めて、でも試合出られてたりするからすごいいいなと思って、生涯、ね、スポーツこう続けていけたらなとは思ってます。山口美希の選手の紹介でした。いくつになっても打ち込める趣味があるというのは本当にいいですね。素敵ですね。はい、羨ましい限りです。特集でした。最後まで見てくれてありがとうケル。もっと見たいという人は画像をクリックして YouTube チャンネルテレビ大阪ニュースに登録してケロ。オリジナル企画もあるケロよ。よろしくお願いしますケロ。